試し切りだ。逃げられた？申し訳ありません。どうするの？僕こういうの専門外だからわかんないけど、普通にヤバい状況でしょ。はい。人質以外にも侵入者が次々とモンスターを撃破し、アマツさえ捕らえていた冒険者まで解放を。それもダメじゃん。侵入者はすこぶる強いみたいだし。よし、逃げよう。研究資料全部まとめて、持ってけないものは処理しちゃって完全撤収、急いで。お待ちください。我々にはこの領域を与えられた責務が。侵入者を許して瓦解している時点で責務なんて笑わせないでよ。それに僕のここが残ってれば研究は続けられるし。だからさ、必要なものを外に逃がす時間稼いでよ。例の研究成果全部使っちゃっていいからさ。まさか。未完成だけどいいでしょ。ついでにデータも取っちゃおうよ。アルクスレイ。モンスターだらけだった通路、一発で綺麗になっちゃったにゃ。ほんとどんな魔力してるにゃ。あんだけ連発してまだまだ余裕ありそうなのがまた。ロキファミリアの魔導士は化け物にゃ。おかしいです。モンスターの攻勢が弱まりました。にゃ、お宮が全部吹っ飛ばしたからじゃないかにゃ。いえ、これはそういう雰囲気じゃなくて。誘ってやがるな。ええ、明らかに相手が手を緩めてます。ここに来てモンスターを出し惜しみする理由、罠が待っているか、あるいは別の算段がついたのか。どうするのですか。行く以外あるが、罠だろうが何だろうが蹴り潰してやる。ふにゃ、なんか広い場所に出たにゃ。ここが採用のようですね。リリー、春姫さん、いいね。反応ありませんね。ええ、この近くにウィーネたちは。来るのが早いよ。まだ準備が終わってないんだけど。誰ですか。誰と聞かれても名前はミュラーとしか答えられないな。ついでに言うなら、所属はイビルスの残党。イビルス。三組の侵入者のうち、一番乗りは君たちか。都市を賑わすリトルルーキーに、サウザンドエルフ。他の者も実力者っぽい。これ止められないわけだ。ミュラーと言いましたね。このテリトリーは何なんですか。プラントではないんですか。プラントを知ってるんだ。だったら話は早い。ここはそうだな、
ラボラトリーといったところかな。ラボラトリー？そう、プラントが生産工場だとすれば、ここはその名が示す通り実験を行う場所。プラントが何個も潰されたからさ、工夫を凝らして冒険者に見つかりにくいものを用意したんだ。それではあなたが私たちにも見つからない領域を築いた張本人。ケロスファミリアに融通してくれと何度お願いしても断られてさ、ずっと欲しかったんだよ、最高の実験台。実験台？ああ、となると人質の中にいたあの女の子もそういうことだったのかな。ああ、もったいないことしたな。なんにゃこいつ、いきなり騒ぎ出して目の色を変えて気持ち悪いにゃ。しっけしっけ、興奮したりするといつも周りが見えなくなるんだ。お客さんの前ではしたないな。まあとにかく君たち招かれざる客が来てヤバい状況になっていてね、僕は慌てて逃げ出す準備をしている最中なんだ。君たち、特に美しい異端の君と別れるのはとても残念なんだけど、見逃してくれないかな。分かりきっている答えを聞かないでください。リリア・ハルヒメさんたちはどこにいるんですか？僕の仲間を返してください。寸秒も待たず交渉決裂。悲しい。クロエ、どうしたにゃ？なんだかめちゃくちゃ怖い顔をしてるにゃ。無意味にペラペラ事情を話しすぎ。口ではピンチって言うけど、余裕は崩れないまま。この手の輩は愉快犯か、狂ってるか、あるいは薄汚い策を仕込んでる。バレた？まあ時間稼ぎだよ。コマを用意するためのね。モンスター？いや、でもあれはコボルトと食人化が混ざってる。君の悪い肉がモンスターにへばりついて。なんにゃあれ、新種にゃ。違う違う、これが僕の研究成果。作って生み出したんだよ、クリーチャーの技術提供を受けて。スポンサーの意向でね、より強力で生産しやすい個体をという話だったんで、ビオラスとコボルトを掛け合わせたんだ。でさ、手頃な冒険者がなかなか捕まらなくって困ってたんだ。データが足りないって。せっかくだからデータ取らせてや、思う存分殺し合いをしてさ。
お披露目ですね。さあベットしてみよう。君と僕の絆の勝利だぜ。